ないね、健常塚古墳どこだ。健常塚古墳どこだ。スマホナビ頼る人なんで行きつかへんねんけど、あんたちょっと分かってないやろな、さっきから1分なってるやろ。なんか近くやけどね。左手前方向です。左手前、続いて目的地は左側です。全然違うとこやな。こんなとこやったら全然違うかね。ああ記憶ある、ここで一回車止めた。あったあった、ありました、ありました。全然違うとこ車止めたね。はい、上がりましょう。ここやろ。あら、入られんか。進みます。続いて左方向です。はい、左方向です。続いて目的地は右側です。はい、右側、はい、分かりましたよ。健常塚古墳入れないね。目的地は右側です。お疲れ様でした。これ看板消えてしまっとるかね。あ、見えるか。健常塚古墳入られないね。あれ、結構大きい古墳やね。1階か2階来る、1階もね入れないんだけど、ここ、どこ入れるらしいけど、英墳、これは英墳じゃないな、前方後円墳やな、前方後円墳やだな。入れまへんか。どこからか入ってみてたけどね。まあこれでは全然ダメですな、入れませんな。これはもう自宅やな、入れないですやんか。残念。こういうふうにね、前方後円墳やね。3回目なんだけどね。どこ入るとこあるのかね。ないね。前方後円墳やな、これな、形は間違いない。はい、前方後円墳、健常塚古墳でございました。入りませんでした。ありがとうございました。なんかやってんの、なんかやってんの。え、あ、聖教、聖教のお嬢さん方、聖教の何、この全部わし、よかった。回ってるんですか。回ってる、下向けてる。ああ、よかった。何やったら、取りましょうか。いやいやいや、何ですか。健常塚古墳。飛んできたんですか。あれ、前方後円墳やけどね。うん、どっか入れるか思ってきたら入れないんですか、あれ、中に。向こうから入れるんですか。どこからですか。いや、向こう、裏側の方から入れます。そうですか、うん、裏から。登れます。登れますの。うん、ほんなら、ええこと聞いた。登ってきますわ。うん、ありがとう。すいません。ブルースカイゆかりチャンネルです。うわ、聞いてよかったね。ちょっとね、裏から登れるんやって。裏から登れるらしい。さあ、登りましょう。どの裏から行くんかね。だから一本、向こうの道から行くんやろうな。こう行かねえってことは。裏からって道ないんだけどね。あの道左っていうか。裏から行ける言われたけど、行けんのかね。おー、行けるんや。行けましたか。あら、大きな石が公園に。これか、これ行けんの。これはね、看板はあのナビで看板のとこ指すからね、やっぱりね、道をぐるっと回らないからね、分からへんね。田中さんもそんな言ったね、裏から登れる言うて。3回目でやっと来れました。ナビで来たらダメですね。ナビ反対しかさせてくれへんからね。ん？関係ないか。録画時間持つかね。
いやー、登ってきたけどね、時間持てへんか、録画が。早い登れた。こういうことか。なるほど、なるほど。はい、登りましたね。ここね。こういうふうに前方こういうふうやね。間違いなく。いやー、この辺こんなか。ナビの指すのがね、やっぱおかしいね。前方こういうふうですよ、これ。間違いないだね。ヘグル城です。3回目にしてやっと来れました。ヘグル城の金城塚古墳でございます。ありがとうございます。いやー、3回目にしてやっとですわ。気がなんだら何百キロでここは上がってこれたので。はい、ありがとうございました。これやぶや行かれんな。残念やね。ここから反対見るとね。はい、ありがとうございました。前方こういうふうでございました。いや、わしはそう思うんだけどね。ずいぶん時間かかったで、ここのに。2年ぐらいかかってんちゃうか、ここに来んのにね。2年間何してた言うてね。2年かかるんですよ。あの前からばっかり見てるから。この辺止めれんねや。この辺があるからこの辺止めて行けんねや。またあの波の差し方ではね、こっち来えへんね。来られへん。ああ、ほんまにね、くるくる回って、探し回って、やっと来れましたけど。これ右やったかな。いいですね。これだけ歩かないかんからね。あの円墳みたいな感じやから、こんな裏から回ると思わんわね。こうやろ、こっちがいいか。あ、無理やわ。見当つかんわね。手前を刺すからね、手前を刺すから、ちょっと分からないんだね。あれ、何してくれてんのやろ、あれ。なんか、えらい、筋持ってくれてんだけどね。